ハッピーハロウィン、日本。いい夢見てるかい？今日は10月31日、ハロウィンでございます。元の起源は、死者が帰ってくるお祭り。日本でいうところのお盆、それから元旦、収穫祭。なんかいろいろあるみたいで。その日、死者が帰ってくるのと同時に、来て欲しくない化け物も一緒に帰ってきてしまう。現世とあっちの世界の境界線が曖昧になる。そんな日をハロウィンと呼んだそうです。それを避けるために、人々は自分らも化け物の格好をして、やり過ごしたそうです。そして死者の魂を家に迎えるために、ジャックランタンといって、カボチャの掘り物を見たことあると思うんですけど、そうですね、あれを作ってお待ちしたそうです。さて、皆さんは楽しんでるでしょうか？ハロウィンを仮装しました？それもいいですね。さて、そんなパーティー好きなみんなに一つ、ハロウィンの伝統的な遊び、そして占い、アップルボビングというやつを紹介しようと思ってます。やり方は至って簡単。意中の相手、まあ、自分の好きな人ですね。好きな人の名前を書いたリンゴ、もしくは掘ったリンゴを水の入った入れ物、まあ、たらいだとか、お盆だとか、ボールですね。とかに浮かべて、手を使わず、口だけで取る。そういうものらしいです。それが一回で取れたならば、その恋は成就する。それが三回、四回、五回、取ろうとして取れなかったら、その恋は成就しない。そういう恋占いが昔貴族の間で流行ったそうですよ。さて、今日あなたの周りは境界線が曖昧になってるでしょうか？あなたの元にも何かそういう素敵なものが来たら面白そうですね。占い試してみてくださいね。それでは今夜も良い夜を。ハッピーハロウィン。